さあこちらエクレアさん迎えに来ました。ありがとうございます。私こうチャットは打てないで声で言わせてもらいますけどね、招待にありがとう。よし行こう。まあ皆さんね、まあまあいろいろコメント言っていただいて構いませんけど、あのちょっとあの甘いにも見てる人の空気を考えない、あの私はおるぐらいやっていいんですけど、見てる皆さんの空気をちょっと考えないぐらいのちょっと変なやつは、あの今日はいつもより NG ちょっと入れるハードルを上げま、ハードルを下げます。塩の家かしこまりました。道具ルー、道具からの、ルーラストーン、はい、放送で敵にさせてもらいます。ありがとうございます。これですね、この放送ですね。来ました来ました。はい、これ第1回から MC ですね。はい、ありがとう。まあし、まあ、渋いか今これ渋いか。さあほっぺさん、お久しぶりです。お久しぶりです。あのみんなあれ答えていいよ。あのいいですよ。あのアルタみたいな感じ、アルタみたいな感じで劇の人が何か言ってきたことには答えてもいいですよ。どうしようかな。俺もなんか言わなきゃいけない。こんにちは。まあ、放送見れると思うよな。お、ありがとう。お久しぶりですね。劇団フィギュアやってきたよ。ねえ、これね、まああれなんですよね。私、どんなコンテンツかと言いますとね、これ私一応全部読みますよ、ちゃんとね。読みますけど、あのテンションも入れて読みますけどね、素人なんで勘弁してくださいね。気づけば第5弾パチパチパチね。お前ら、パチパチだって、お前ら。お前ら、パチパチだって、パチパチ。お前ら、ゼロじゃないか。パッ。まあ、いいんじゃないの、まあ、いいんじゃないの。パチパチパチ。パチパチパチ。はい、来ました。はい。はい。ひょんなことから一緒に住むことになったフィクサーとタガゴ姫、ありがとう、ありがとう。ありがとう。フィクサーとタガゴ姫は一緒に住んでいる。新居へ。結婚してないのに一緒に住んでいる。新居への引っ越しもあり、これから新たな生活へと、これごめん、これちょ、今日ごめん、今日さ、あれ切るわ。今日ごめん、忘れた。今日棒読み切るわ。ごめんな。パチパチパチ。それでは、あ、いました。今日そう、ごめん。今日棒読み切る。劇団フィキドラクエ劇第5弾クリスマス公演。さあ、劇団フィギドラケーキ第5弾クリスマス公演の美女と教授の始まり。皆さんすいません、ここでした。ここでパチパチでした。皆さんすいません。始まりからのパチパチでした。さっき言った人はもういいです。さあ、ナイス広告からの。さあ、家の中へ。私ですね。はい。家の中へ。はい、ありがとう。これはね、座長はモーマナ。台本が熊兵衛のはずです。すいません。それも今回細かいこと知りません。いつもね、知らないんですよ、僕、本当に。俺にそっくりなやつがいる。パワープロってお前、あのパワープロじゃねえだろ。はい。ほんとかよ。うわ、これ俺じゃん。俺かコロシアムの受付のやつと同じ顔じゃん。ここでいいな。よし。では、出かけてくる。ねえ。全く同じ顔ですね。パワープロ。アクエリアスがパワープロ原因で辞めたんで、ちょっと俺の役をパワープロがやってるってちょっと渋いっすね。忘れ物はありませんか？さあ、こちら。おそらくパワープロ君がフィクサー役。エクレアがタカコ姫役でございますね。すべて揃っていると言いたいところだが、実は昨日財布なくしちゃってな。ああ、まあ、そういうこと思い出せんだ。ああ、いくら入っていたんですか？そんなに入ってなかったよ。あ、いいぞ。いいです。後で放送見て確認しますんで、これよ。台本できたの最近だな、これな。これ最近の話だな、これな。
大変、私いろいろ当たって探しています。まあ、ちなみに3週間ぐらい前かな。いやー、そういうのは大抵中身全部抜かれてコンビニのゴミ箱にでも捨てられてますよねえ。まあ、これブログ読んでる人ですね、これね、脚本書いてるのは。ではバザーや道具屋周辺を中心に探しますねそうだな、よろしく頼む。 BGM 下げる、ちょっと待ってな、 BGM 下げるな、 BGM 下げた。はい。それと言い忘れていたのですが、私今日から働くことにしました。高子姫が働くと。なるほど、いいけど何すんの。リンゴ農家です。ねえ、リンゴ農家、リンゴ農家はね、一回いいんじゃないですか。そっか、高級車に乗った暴力団には気をつけろ。それは実家の王国でした。マーケティングのお仕事の間違いでした。なるほどな。ジャイアンは出さないでほしいですね。その方が安全そうだな。まあ頑張れよ。はい、いいですね。こいつら、ブンちゃん。さあ、ブンちゃん、ハニーサ放送1500ポイントに引き続き、私にも1400、ありがとうございます。パワープロ、では行ってくるな。なるほど。いいですね。俺結構このスーツ好きなんですよね。さあ、エクレア、行ってらっしゃいませ。からの、私は、これは追わなくていいですね。こっちですね。最近、フィクサーは、どこに出かけているの？これね、多分、このアニアさんがゴマちゃんですね。で、これ、モーマナがカカオですね。それで、塩は塩ですね。毎日、お忙しいみたいなの。理事長兼教授として働いているそうよ。おー、怪しいな。怪しいですね。名前は確か、あ、なるほどな。まあ、すごい。フィグネット大学だな。フィグネット大学。な。フィグネット大学からの、行ってみたいからの。なるほど。大学に行ってるんですね。調校料を払えば受講できるそうですよ。ドラクエで大学作って金取ってる最低ですね。そういえば、カカオ、髪の毛伸びましたね。僕は長毛種で冬毛だからね。そうですね。よく知ってますね。それではみんなで行ってみましょうか。最近聞かない、最近聞かないよ。ドラクエが言い出したの一週間ぐらい前の。さあ、大学ということで。さあ、要するに皆さん、フィクサー教授が大学で働いている、それをみんなで見に行こうという、まあ、ここまでの流れ、一行で説明するとそういうこと。さあ、現在のところ、タガコ姫とフィクサー、それから、ゴマ塩カカオ。ゴマ塩カカオとこちらの、これあれですか？こちらは、あの、案内役のほっぺさんね。大学に移動、道具、ルーラストーン。ルーラストーン。フィグネットの家。いや、仕上がってるな、ほんと。仕上がってんのに実況がアドリブだからすげえ緊張するんだよ。わかります？これ。でもさ、それは俺が動画とかでちゃんと上げて普通になんかやってたら、それはそれで笑うだろ。おお、大学そのまんまだ、大学。大学。ねえ、大学。大学これどうしたっけ？大学ね。大学。大学、貴重品がいっぱい入ってます。現在、売っていない貴重品がいっぱい。私は、私ここですね、ここですね。座る。ちょっとあれですか？ちょっと音楽変えますか？ちょっと BGM 変えますか？ちょっと待ってください。BGM 変えましょう、BGM。BGM がね、BGM、大学だよね。まあ、大学ですから、ちょっとあれですか？ちょっとピアノ曲にしますか？渋い。生徒、なんか、田舎の廃校になりそうなぐらいしか生徒いないですね。愚民の皆さん、おはようございます。
私は日本一中途半端な歌手で、甲子園で負けると机壊すもとい、フィクネット大学理事長のフィクサーです。お前バカにしてんのかお前。パワープロ。お前バカにしてんのかお前。これから皆さんは、愚民から知識を得た愚民になっていくわけですが、なぜ私が学校を建てたかというと、皆さんこんばんは。アストルティアの人々の人間性を向上させたいと思ったからだ。ねえ、そうなんですか。そうだったのか。俺は豊かな心の愚民を揃えていきたいんや。いや、俺、コンテンツがあんまりないから、やろうかなって。まあな。あと、高子姫列伝を世間に広めたいんや。高子、困ります。ね、困ります。私のことは極力、言わないでください。まあ、そういうわけでね、今日は有名教授が講義してくれますので、皆さんは講義中でも、感じたままを積極的にコメントしてください。おそらくリスナーさんもコメントしていいと思いますけど、基本的に拾わないです。では先生、来ました来ました、これはこれは来ました、さあ、これは来ました。これは、あれですね。超一流企業、超一流企業のお偉いさんをリアルでやっているのではないかと言われている。これは、多分、ハニーサーの役ですね、ユイハンは。なんだこれ。経済学特任教授のハニーサです。本日の講義内容は、第三次産業の経済活動近景です。今日は隣の実習棟で行いますので、皆さん、移動をお願いします。なんだこれ。渋いな、これ。渋いぞ、これは。隣でな。これは渋いな、おい。これ、ちなみにこれ隣も大学なんですね、これね。もともと男子校、女子校っていう感じで、桜が咲いてますね、これ。学校っぽく桜がいっぱい咲いている。素晴らしいですね。いや、これ劇のセットだとしたら、社長、こちらの椅子で、そこは教授じゃねえのかよ。はい。はい、失礼します。学校、キャバクラみてえだな。学校というよりな。舞台はキャバレークラブ。なんだこれ。店名はリンゴと蜂蜜です。渋いな。ハニーさ、キャバクラとかいかんそうだけどな。キッズもキャバクラに行ったことない人も一緒に学んでいきましょう。まあ、俺とか文ちゃんとかハニーさん飯食うときに、真面目に男だけでしゃぶしゃぶ食べ行ってますからね。一人5000円ぐらいのしゃぶしゃぶ食べ行ってますからね。しかもドラクエの話しかしないっていう。それではまず、ケース1行ってみましょう。なるほど。フィクサー教授お願いしてもいいですか？はい。あれ？難しいな、これ。これ、これか。あれ？ちょ、待って。俺じゃないな。俺じゃなくて、劇中のフィクサーだから、パワープロな。お前、俺がパワープロやってるから、つってチーム抜けたアクエリアスじゃないか、お前、パワープロが原因でチーム抜けたのに、フィクサー役をやってるパワープロどう思うんだ、お前は。パワープロ一生懸命コメントしたぞ。ナイスーとかバイブスパネー。バカにしてんのこいつら。バイブス知らねえ。ね、バイブスね。バイブス、今井花さんでしたっけ？マジバイブスマックスなんだけど。バイブスね。リュウちゃんベホマズン。ね、リュウちゃんベホマズン。人違い。私、ハニーサ。ハニーサ役、ユイハン、ベスト4おめでとう。暗いよ暗いんじゃない渋いんだよ渋いとかつまんない
バカにしとんのか。ここが今、バカにしとんのか。そんなことより聞いて聞いて。さっきの客さ、今こういう髪型なんだな。テキーラで潰してやったよ。あははは。ここチーム抜けてやったよとか言ってほしいですね。せっかくだから、あい、うちの社長がパワープロばっかやってるチーム抜けてやったよ。ボーイさん。テキーラ持ってきてテキーラ。ちょっと音楽変えよう、ちょっと音楽変えよう。違う、こっち側な。こっち音楽違う。これちょっと、ちょっとキャバクラっぽい音楽。なんだよ、ノリ悪いな。ちょっとキャバクラ的な音楽な。ちょっと俺、キャバクラ的な音楽な。キャバクラ的な音楽、キャバクラ的な音楽、キャバクラ的な音楽はね、キャバクラ、猫っ毛なんでね、すいません。キャバクラ的な音楽ね。ちょっと待ってな、キャバクラ的な音楽。チックの服とか着てんじゃねえよ。それあの、リアルでパワープロ君が言われたやつですよね。あ、ありました。はい、これ。はい。これでいいですか？ちょっと音楽とマッチしてきましたね、これ。チェック着てる奴はみんなオタクだよ！俺はこれ、言った。確かオフ会で、言った。チェック着てる奴はみんなオタクだよって、真珠に向かっても言った。これ 100% 言った。お会計お願いします。5000G です。まあ、安い気はしますね。黄金の爪1個売ったら儲かるお金ですね。次、ケースに行きましょう。こんなキャバクラ、こんなキャバクラねえだろう。パープロ、やっと出られたわ。参った参った。トイレに閉じ込められちゃってよ。これ、脚本結構な、短い期間投げてくれたんだこれな。でも話は聞けてたよ。本当は俺が行くんだろ？はい。ごきげんよう。お前、高子、お前。高子、お前。接客業なんかできんだろ、お前。ここがどこだか分かっているのか。大学教授の学問のお手伝いお仕事です。確かにそうだ。悪かった。進めてくれ。そうですね。ではお食事にしましょう。あのちなみに高子さんに高子姫役お前声出し読んでくんないって聞いたら、あのお断りしますって断られました。ディナーコース二人分お願いします。このあれだな、本当お前ら放送よく聞いてるな。お一人様48,000Gね。お飲み物はいかがいたしましょう。魔法の聖水ワインをください。もう大丈夫だ、はぐれらおうとかポンちゃんとかカーラから巻き上げたから。ね、巻き上げて吉宗に取られたから。吉宗1億取られてるついでだから。もう、いくらかかってもいいから。ゴールド感覚麻痺してるから。水でいいです。清めの水をください。このくだりな。あ、これ私のブログを毎日読んでくれたりとか、雑談放送を見てくれてる方とか、オフ会来た人は、より楽しめる設定になってますね、これ。まあ、タカコさんとリアルでこう、キャバクラっぽいセットで一緒にご飯食べるなんて、これから先一生ないでしょうね。では、乾杯。乾杯。これからはたまに食事に来ませんか。お前、
なんか複雑だわ俺。はい、陽一くん和骨、はい、ゆっくり劇見てってください。次は賢者の聖水ワインにします。いや俺アモールの水で、もうタカゴさんもうフランス料理とか大好きですから、魚料理を来ました、初登場フブ、魚料理をお持ちしました。あのお客様何でしょう。本日このお料理に大変合うワインをご用意しておりますが、いかがでしょうか。おお、よく放送見てるね。こんな話したね。あら、いいわね。いただくわ。さあ、行きましょう。いくらなんでしょうかね。なるほどね。なるほど、なるほど。MP ちゃんと回復してますね。すげえ回復したぞ。あれ、エルフの水着。さあ皆さん、なんと劇のセットで3万ゴールド以上するエルフの飲み薬を使っていく。金かかってますね。さあ劇団フィギお金かけてますね、これ。ねえ、近所の宿屋泊まったら10ゴールドで済むのに。ボーイさん、ちょっといいかな。ワインリストもらえますか。なんか俺、せこいな、俺。一体いくらのワイン飲んどるんだ。俺は放送でこんなこと言ってんのか、俺は。ちょっと、過去の自分とは恥ずかしいな。タケコが帰ってくる前に見なきゃな。ボーイ、早くしろ。ま、これ本当の話だからな、これ。このタケコをトイレに行ったらボーイに値段確認するとか、本当の話だ、これ。ただいま戻りました。めちゃめちゃ小物だな、おい。お待たせいたしました。リスト表でございます。え、もう一杯いいんですか。ずうずうしい女ですね、こいつ。本当は飲みたいものがもう一つあったんです。でもさすがに悪いかなって。では、この世界樹の雫ワインをください。まあ、今あれですか？世界樹の雫は1万8000ゴールドぐらいしますか？ナンバーワンキャバ嬢か、ね。まあ、うちはね、昔事務所タレントで横浜のナンバーワンキャバ嬢。千秋ってのがうちの事務所にいましたけどね。今井圭介と二人で。美味しいです。少し酔いました。いつもより飲んでるかもな。うむ。1万3000ぐらいか。全然いいよ。龍一郎さんは、私のことをみんなの前で話しすぎです。ねえ。ねえ。皆さん、惑わされないでくださいね。ねえ。またね、余計なこと言うんですよ、もう。ハニーサとかがね、リアルで会った時ね、この前も社長放送で言われたのかとか、リアルで会った時言うんですよ、ハニーサが。余計なこと言いやがって。もうやめとこうか、チェックしてくる。ちょっと待ちな、ハルト。お、ハルト。ここで初登場、ハルト。これは女王様。そんなの食って飲んでるだけじゃないか。サービスでも何でもないよ。あんた入店してどのぐらい経つんだい。今日が初日です。タカゴは女王様に怒られている。
そんなんじゃ最初のうちはいいけど、そのうちダメになるよ。さあ、タカ子がナンバーワンキャバ嬢に怒られる。あと太っちゃうよ。どう、これから私がお客に着くから見ていきなよ。良いところは盗んでいいからさ。さあ、この劇団フィギの中に本当にこうナンバーワンキャバ嬢の立ち振る舞いを知ってる人がいるのかどうかというところ注目でございますが、決まりね。ねえ、緑色のあんた、今から私の客になってよ。あ、わかりました。これは大学の話と思ったら、キャバクラの話、せっかくのキャバクラなんだからね、え、大学でもない、それらしくしないとね。なるほど、場の空気を変えます。おがこキャバ嬢さん、確かに確かにキャバ嬢っぽいスタイルですね。 100% 放送を見ているアングルでの登場、元フィクサーチーム、私がパワープロをやりすぎてチームを出ていったアクエリアスことアクエリアスさん、大賀子キャバ嬢。もう分かったよ、もう、もう分かったよ。お前台本用意長くやってんだろ。なんか非常に音楽と合ってますね。お前、これあれか、セット暗転中か。なるほどな、暗転中。なんかこれちょっとあれだな、格好がちょっと時代錯誤な気がした。格好変えよう。タオパイパイにしよう。タオパイパイがちょっと来てるみたいな感じでしょ。ピンクだしな。さあ、皆さん、衣装替えですね。衣装替えをしております。おしぼりどうぞ。これまた、小学4年生に見せてる、アホな親父から怒られるだろ、これ。なあ、小4の子供にますます嫌われんだろ。パパ、ここどこ?つって。フィクサーのやってることは全部これダメなことなんだよとか言って。見てんのかてめえ、この野郎。私も何かお飲み物いただいてもよろしいですか?いいですか?オフ会であった劇団フィギのメンバー、キャバクラリアルで行きそうな人いなかったけどな。ボーイさん、魔法の小瓶ボールお願い。ではいただきます。ほんとこれあれですね、ごめん、かけ直す。はい、乾杯からのこれ渋いな。酢、タバコ、酒母、火、風、炎。お仕事とか何されてるんですか?大学で経済学を教えています。イタリア旅行に出た3人組の女の話。渋いな。じゃあ先生じゃないですか。いや、ウケんな。大変じゃないですか。好きでやってる仕事だからね。これハニーさん役、ぜひともハニーさんに本人に読んでほしかったですね、これね。生主は今度声入りで出演してほしいですね。私、先生の授業なら受けてみたいかな。授業がわからなくっても。どうしてですか?ずっと先生の顔見てやるから。いるんですか今。こんなキャバ嬢いるんですか今。ははは。ねえ。この後、私独立しようと思うの。そのために、保証人が必要なの。ハニーサさん、
絶対迷惑かけないから3000万円ハニーサさんの保証があると借りれるの、お願いしていいかしら。でも楽しいでも楽しい雰囲気が好きだから。なるほどな、なるほどなるほど。うちな、酔うと地元の言葉になんねん。もう、龍が如くじゃないですか。龍が如く5に出てくるキャバ嬢の人じゃないですか。今日は気分ええから何でもしてあげ、何でもしてあげんで、言うてみ、言うてみ。ねえ。もうそろそろこのクラスになると、女性の方のセリフ読んでくれる人が欲しくなってきますね。うちな、先生のこと考えるとな、めっちゃ胸がギューってなるね。これあれですね。これあんまキャバクラ行ったことない人ですね、これ。最高です。楽しいです。早く、ここのくだり終わんねえかな、早く。あ、あれできます、アヒル口。お前ら。なあ、お前ら。先生、質問。何でしょうか？先生は、彼女欲しいとか思わへんの？そりゃまあ、思うけど。うちが付き合うたってもええで。本当に、俺でいいの？いやー、これはなんていうか、ハニーさー、うるさいな、ニコニコ動画。やばいやばい。ちょっとニコニコ、ちょ、ニコニコ動画な。このまま、アフター行かへん。ちょ、これ、ちょっとここまで来ると結末が気になってきましたね。どういう結末になるか気になってきましたね。さあ、この、リンゴ役、リンゴさん、ゆいはんことリンゴさん、そして、女王様こと、ハルトさん。女王様が、付き合っても、付き合ってもええで、というところからのお会計。1万ゴールド。ちょっとあれですね。ちょっと1回目安いんですね。高子姫分かった。いや、分かってほしいな。学ばせていただき、ありがとうございました。あんまな、そうか。なるほどな。ちょっとな。タカコこんなん嫌だな。付き合ってもええんやでとか、初めて会った人に言っちゃうようなタカコ嫌だな。これで終わりかな？いえ。フィクサー様のお会計が済んでいません。合計23万ゴールドでございます。いや、クラブナインフィンガーとか1000万とか払ってるって言ったよな。なんかクラブナインフィンガーとか一緒に風呂入れるので200万とかチンスコーから取ってたよな。全然安いだろ、クラブナインフィンガーに比べたら。当店は売りかけは一切認めてないですね。黄金素材でもいいなら売るほど持ってるよ。仏納もお断りしています。まあ、先日初めて黄金素材を手放すことになりましたね。ちょっとダイスで負けまして。ダイスで負けて、ちょっと1500万ぐらい足んなくてね、売りましたね。倉庫が一つ潰れました。授業ですし、生徒たちを見ていますので、ここはすいません。ってことは無銭飲食になっちゃうじゃん。ね。え、俺皿洗いとかすんの嫌だよ。ね。いやいやいや、あなたでしたら一日カジノ開けたらもうすぐ1000万ですよ。いや、フィクサーさんでしたらカジノヤクザ5丁目で23万でしたら本当に30秒で稼げますよ。私は貸しませんし、生徒にも貸しません。どうぞご自身で乗り切ってください。そして、闇金は犯罪です。闇金ダメ、絶対。
警視庁が何か協賛についてるんですかこれ。全ツッパーが遊びに来ました。ズババババ大丈夫か。俺なんか滑りそうなやつが出てきたな。滑りそうなやつが。あれ全ツッパー、全ツッパーお前。全ツッパーもあれじゃねえかお前。全ツッパーチーム抜けてんじゃねえかお前。伊集院とこ行ってんじゃねえかお前。いえ、全ツッパーです。フィクサー教、全ツッパーです。フィクサー教授。ね。一体どうなされたんですか。いや、遅いと思って来てみたら、面白いことになってるじゃないですか。ナイス！全通、なんとか頼むわ。ねえ。いいですよ。ただし、ただではつまらないので。一つ勝負でもしませんか。なるほど。まあ今、ゼンツ君と殺し屋もやっても勝てないですからね。それに勝てたらお金を貸しましょう。まあ黄金素材売り行けよ。私の講義のテーマが、釣り勝負とは、逆境ぶらい、開示である。この命題のもと、検証実験を行います。大丈夫かこれ。なかなか熱いな、ゼンツ。これ、ドラゴンボールぐらいやったらみんなわかるけど、カイジは大丈夫か？ちょうどいいので、このままやっちゃいましょう。ちなみに今、私の放送にて、本当？ CO225240 さん、私の行動と裏の激進行をやっている。本当かよ。お前、ちゃっかりしてんな、お前。宣伝しろって。本当だ。本当だ。本当にやってるぞ、お前ら。本当に全ツッパ放送やってるぞ。本当だ、ここ。お、新しいパターン。放送中に他の生主が参加してくるという新しいパターン。いや、これは新しいパターンだから宣伝しよう。おい、暴力団を入れるな、暴力団を。暴力団を入れるな。では、ルール説明。これ本物かこれ。本物見たらわかるからよ。これは、これ本物だな。これ本物だな。これ本物だこれ。何やってんの、吉村。吉村あれか、1億取っちゃったから来てくれたんか。釣った魚のうち上位2匹をお魚交換所でコインにして、合計コイン枚数を審判の私に白チャットで報告してください。ワンコインイコール1ポイントで換算します。なるほど。釣り勝負を行うと。吉宗5億くらい貸してくれよ。最初に報告した方はボーナスで300ポイントもらえます。その後、次の方が報告するまで、毎秒1ポイントずつもらえます。なるほど、なるほど。釣りに失敗、もしくはギブアップしたら、マイナス100ポイント。なるほど、なるほど。釣りのゲームを行っていくと。4匹目以降釣り始めたら、1回前にマイナス200。まあ、こんなんね。まあ、このルールは、覚えてくれるリスナーいないと思うんで。流れをしっかり見て私がしっかり実況させていただきます。3人の報告が終わった時点で競技終了。全ツッパさん、吉村さん、この場をお借りしてご出演ありがとうございます。高い方が勝者です。それでは釣り具をお渡しします。全ツ放送モーマナが喋ってる。マジでリアルモーマナ本当かよ。フィクサー教授の代役は本当だ。お前らモーマナが出てるぞ。リアルモーマナ出てるぞ。リアルモーマナ24歳女性が出てるぞ。お前らリアル。俺は王様だから道具はあるぞ。
なるほど、そうやって視聴率を稼ぎに来る。すごいな、おい。ついに、ついにモーマナ、ニコ生に声を乗せるという。大丈夫か、お前。これ、はい。ほっぺから取引、はい。お、王様、あ、俺これやるの。氷の釣り竿、炎の釣り竿、トゲトゲるわ、オッケー。フィグネット財閥に経費は請求してくれたまえ。公平を期すために私にも同じ釣り具をください。なるほど、釣りをやっていくスタイルですね、これ。さあ皆様、なんとこれはちょっと、これは視聴率が取れるんじゃないかという、まさかの。おい、もうまだ喋ってるさ、みんな向こうの放送行きだしてるじゃないか。おい、全図の放送がいきなり来場者が3倍になりました。さあ、いきなり来場者3倍からの、こうなら小賊な手よ。しかもコミュニティがものすごく入っている。社長。はい。全ズッパ放送、わかりました。全ズッパ放送のワイプですね。かしこまりました。全ズッパ放送、はい。アドバイスや、厳選行為のチェックをお願いしますね。それでは、いきます。よーい。スタート。え、どういうこと？どこで釣ってんの？どこで釣ったらいい？水ないじゃん、ここは。あの、ケアコーナーだっけ、なんかすごいのが釣れるとこ。水がね。ちょっと吉峰についていこう。吉峰についていけ、吉峰より負けることはね。おちょっと、吉峰には負けたくねえか。吉峰だけには負けたくねえんだ、これ。ケアコーナー一発。あれ、ここら辺見、こっち側の。劇団員。皆さん、吉峰がガタラ走ってますよ、ガタラ。吉峰がガタラ走って。この会話全部流れてる。やばい。流れてるんだ。曲がれた。どこ行こう？ちょ、待って。ベリナード。確かベリナードを連れるよ。ベリナード。いらっしゃいませ。社長、話聞いてる、どうも、演劇やってまーす。船の密林で、ちょっとベリナード。船乗ってください。で、テラコーナーで。あれ、これみんな同じとこで撮んの、これ。一回のお願いします、テンさん。やばいぞ、俺。船乗っていけ、大丈夫。船に誰が入る？ベリナード。来ました。お前ら、ここ意外と釣れっから、ここな。西尾くんが。で、これ、全ツのワイプ、はい。全ツのワイプからで、やっていいんだな、これ。道具、使う。ただ、失敗したら、減点でしょ。まあ、装備だろ。装備で、氷の釣り竿、はい。それから、トゲトゲルア。どうですか、放送名、あれ、名前が面白いですね。逆転ブライ。何?4。回線の、どこで釣ってもいいんでしょ？早いな。早い。来た。あ、もう来たけど、これいらねえな、これ。これタイマーなんで出てんだ、これ。カメラないから映ってない。デメキンビッグサイズ。よし、返します。釣りミスっても減点、釣りすぎても減点、マジで。釣りすぎたら減点、書いてあったな。4匹目、3匹勝負か。OK、3匹勝負な。いくぞ、知りません。いえ。違います、リカットさん。つまりこれ結構運の要素がでかいんだろ。分かった、お前ら。3匹の勝負だよ。やばい。社長はすでに釣っている。よし、来い。よし、57.7。おいしょ、いけ。無理か。やばいぞ。ちょ、いけ。で、ここで全力。しんどいな。全力1失敗。なんだよ、これ。極楽よ、黄色。これ、大きさの割には。
やべ、釣りをするもう一回。金を稼ぐか稼ない。はい、なんだよこれ、ちっちゃいのしか来ないじゃんよ。さおしく。やだやだやだ。いけいけいけ。あ、来た。トゲトゲルアーの力で食いつきとか増えた。虹色フィッシュ。食えてないでしょ。32ポイント。ただ3匹釣れたな。3匹釣れたな。さ、終わった。ここ微妙じゃん。俺知らないもん。2回失敗した。帰ろう。ちょ、待て。ちょっと減点覚悟で。200ポイント。これは。やばい、やばい。これはやばいぞ。これちょっと。減点覚悟で1回行くか。減点覚悟で。この中でどなたか社長の放送見てる人はいるのかな。いやもう帰ろう。いやどうするお前ら。社長の放送どうするお前ら。もう一回行く。プレゼンツさんも見てるんで。お前らどうする。どうするお前ら。ナイスです。まあ報告しちゃうか。報告しちゃうか。おいおい、女の放送してる場所。まあ、ちなみにお前らあんま言っちゃいけないけど、モーマナー結構可愛いよ。これあんま言っちゃいけないけど、あのうちの高子さんがモーマナーさんすごく可愛いですねって言ったぐらいの人が一般人だったはずだけど、今日なぜか全図の放送で声入れてる。おいしすぎ。自分の。よしよしよし。一匹。俺も報告しに行っちゃう。俺も報告しに行っちゃう。ナイス若崎。チームからの集会所。1点ポイントが私マイナス200あるんで。うわぁ、あっぱすいません。もう勝てるだろ、これ。よし、報告、報告、報告。ここだよな、報告で。こんなんな、大きいのも大事だけど、早いのも大事なんだ。こんなん、大喜利と一緒だ。来ました。釣ってきました。釣ってきました。ええ。あ、お魚コインか。やばい、やばい。お魚交換してきてください。まずい。まずい、まずい、まずい。最近、お魚報告とかしに行ってない。ルーラー、釣り同士。これは俺勝つだろう。釣り浪士ハルモス。上2匹ありがとう。お前らよく見てんの。お前ら釣り浪士もピッチョからお魚選んで渡す。来たお前ら。勝ったよこれ。126枚。126からの31。126、31。126の31な。帰ろう。作戦、チーム集会所、はい。いまさか吉宗と天津が出ると思わなかったな。俺ね、本当に知らねえんだよ。誰がどういうのやってるって。はい、オッケー。いや、しかし、モーマナさん、なんていうか、リアル張ってますね。まさかニコ生に出てくるとは。これはうちの高子さんが聞いたらさぞ驚くでしょう。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。2000ポイントとか本当かよ。157、157Pです。なんだよそれ、おほほ、なんだぞ、本当かよ。本当に釣ったんかこれ。あの釣り竿で。本当に。結果発表。ほんとかよ、お前。八百長じゃねえんか、お前。さすが、オーガの王様だ。ピクサー。なん、ちくしょう、お前ら、1億かっぱいでったやつにいい顔させやがったことなろ。157ポイント。あれ、俺と全然同点。フィクサー157ポイント、ゼンツ346ポイント、オー
川の王様は、誠に残念ながら、お、いいぞいいぞ、失格だ。いいぞいいぞいいぞ。いいぞいいぞいいぞ。大川の王様は誠に残念ながら失格です。なんでや王様勝者は全突破。いいぞいいぞ。いいぞいいぞ。なんで失格なんですか。どうして失格なんですか。さあ、フィクサー教授、潔く肉体労働で飲食サービス代を返済していただきましょう。くそ、でもいい勝負だってナイス。いや、何こんなんの、何これ、え、こんなんの大根、何これ。最近ドラゴンボールというよく大根が出てくるな。高子姫様、お財布見つかりました。バザーの店員さんが届けてくれたの。だいたいいつも劇だとフィクサー役やってる人がいつも俺よりいっぱい仕草持ってるっていう。でも中身空っぽでした。なるほどな、なるほど。ザーマン。吉宗いねえじゃねえ。ドルボード免許証書き換えと、預かり証利用証の再発行を明日しに行くか。ねえ。まあ、あの、ここまで私の役をまとめますと、財布を落としてお金がなくなって、妻はキャバクラで働いて夫にぼったくってきて、釣りでは小物しか釣れなかった。一応こういう主人公ですね、今ね。こういう、この BGM そうです。BGM 変えますか ?BGM 今んとこ変えてよくないですか。また、お前らと会うのを楽しみにしている。じゃあな、以上。あれ?みんな、この大学でおもろいことやろうぜ。お、なんか、ちょ、待て、なんか起こりそうだぞ。待て、なんか起こりそうだ。音楽変えよう。起立、気をつけ、礼。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。ありがとうございました、ありがとうございました。からの。あれ?ありがとうございました。ということで、おしまいということで、皆様こちら、さあ皆様こちら第5回、そうですね、教授というか、お金落としてぼったくられて魚で小物を釣ったフィクサーの第5回公演、美女と教授、これにて終わりでございます。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。ということで、あれですね、あれ、おい、俺が流そうと思ったらもう向こうで流されとるやんか、お前。おい、俺が終わりにしようと思ったらもう全図放送でこの野郎無許可で流しやがってこの野郎。まあ、俺はどうしたんだ。俺はどうしたんだ。俺は劇団フィギの皆さん、リスナーの皆さん、ありがとうございました。じゃあ僕こっちにします。僕こっちにしますので、ありがとうございました。今日は、あれですか?コロシアム見たいなという方いらっしゃいますか?コロシアム放送、ギャンブル放送見たいなという人は、一応、もう今日これで終わってもいいという人は、2を、どうでもいい人は0をね、劇団改めてありがとうという人は8を打って今日は終わりにしましょう。ありがとうございました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 。改めてありがとう。
遠くの空も僕が見える空も届かないもの現実の上夜空を彩る光と音の大舞台本当の涙言葉にしてみたら夢の一つだけ上君と同じ場所感謝で作られた舞台で感動を伝えられたら光に言葉場所にいつも君がいるこの約束がこれからも果たされている